はい、どうも、シューティングでーす。皆さんでーす。じゃあ、君を書いてです。ゆうさけです。はい、お願いします。初、こうやってコラボできます。よろしくお願いします。お願いします。いやいや、こちらこそですよ。本当にこちらこそですよ。お願いします。本日は、UD トラックス上尾スタジアムに来ております。名前長いよく言えました。よく言えました。すごいわ。はい。もっと、上尾市民球場ですね。はい。で、今回ですね、埼玉武蔵ヒートベアーズ対巨人三軍の試合の取材に、行かせてもらえるということで、おすごい来たんですよ。ちょうどその前の週にね、一緒にコラボする機会があったんで、はい、一緒に来てもらって、はい、まあ、こういうなんか、まあ、初めてだと思うんですよ、はい、BC リーグの、まあ、取材に来るっていうのは初めてだと思うんで、初めて、初めて、いろんなこの何見ても多分新鮮だと思うんで、はい、いろいろ勉強してもらって、はい、で今回は日月さんの冠試合ということで、はい、もう日月さん主催なんで、もうとんでもないね、なんですか、このお店がね、ブースがたくさんあるんですよ。はい、すごい、もうね、売店全部食べようと思っていっぱい食べるやつが一番いないんです。そうだね、そんぐらいありますもんね、店の店舗も。そうなんですよ、今回は7月2日ということで、まあ、お昼からあるんですよ、試合がね。で、今9時なんで、これからもう急いで取材に、まず行きますよ。もうゆっくりしちゃうんですよ。で、試合前、試合前の練習に僕ら潜入できるんで、あら、OK もらったんで、むしろ来てくれっていうことで、マジっすか、ご招待いただいた。はい、で、日月さんはもう、初日さん来ないんですよ、取材来たんで、すごいやりやすいです。邪魔にならない程度で自由にやりましょう。はい、わかりました。はい、はい、今日お願いします。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 はい、時間もないので早速球場内へ入っていきます。やってます、暑さでね、上の方でやってますよ。日月3主催、その他にも埼玉にゆかりのある企業さんが多数協賛をしております。こうやってみると僕も小さい頃から知っている企業さんが多いので、やはり埼玉のチームだなって感じがしますね。ここからは集団アップ開始となります。まずはダッシュなどしております。これ思うんですけど、高校生より声出てるんじゃないかなっていう、やっぱり野球の声の大切さっていうのをこういうところでも再確認することができますね。アップも様々なアップがあって、見ていて勉強になります。続いてはベンチ前でキャッチャートレーニングの様子を撮影させていただきました。これは瞬発力を鍛える練習なんですかね。落ちてくるボールを先回りして捕球する、これ取る方が手上にありますからね、それ越さないといけないんで、めちゃくちゃ瞬発力が必要になってくるんじゃないかなと思います。現在やっているのは新入団の町田選手です。ボールを落としているのは横田コーチ兼任選手。次は左右の手でボールを捕球しています。これどっちも違うところに飛んでるんですよね。しかも同時に来るわけじゃない、着地点が一緒じゃないんで、めちゃくちゃ難しそうでした。続いてはストッピング練習です。今は、まあ、普通に上から投げているストッピング練習なんですけれども、後半になったらまた別なストッピング練習も出てきて、ストッピング練習だけでもこんなに違うんだなと、種類がたくさんあるんだなと。で、これどんな投球に対しても形が変わらないんですよね。そのストッピングの姿勢っていうのが変わらないので、これすごい、まあ、僕キャッチャーやらせてもらってるんで見てて勉強になります。で、股関節が柔らかいからか、足かなり開いてるんですよね。こんだけ開いてると横に動いた時も股関節で動きが軽くなる、動きがしやすくなるっていうのがあるので、やっぱり股関節の柔らかさっていうのは重要なんだなと再確認することができました。このストッピングなんですけれども、ゴロのボールを投げてもらってのストッピングなんですよね。キャッチャーやってて、やっぱりどんなボールが来るかわからないじゃないですか。そういった時に万が一に備えてこういう練習もしてるんだなと。僕もヒロトもストッピングあまり得意な方ではないので、この練習法を見て試してみようかなと思います。これ最後いきなりオーバーむずいですよね。やっぱり横田選手兼コーチもストッピングの練習をしております。これお二人に言えることなんですけれども、腰が高いんじゃなくてお尻が
高い位置にあるなと、同じような感じではあるんですけども、別に体が上がってるわけではないんですよね。いや、姿勢がめちゃくちゃ綺麗。続いてバッティング練習中に内野ノックをしております。プロの選手の練習って、僕も NPB ではあるんですけれども、試合を見に行ってフリー打撃中にノックをやるって、これプロあるあるなんですかね。プロでしかないですよね、こういう練習って。ホームビジターのチームが揃うと、やっぱり練習時間って短くなるのは仕方ない話じゃないですか。そこで時間をうまく使うっていうのがプロの練習あるあるだなと感じました。皆さんもちろん元々の地肩強いんですけれども、しっかりとステップを踏んでファーストへ送球している、こういったところもやっぱり基本に忠実だなと思いました。そして新選手、ホセ・セルモ選手です。野球の盛んな中米からの助っ人、しかも両内の選手です。ドレッドヘアめちゃくちゃかっこいいですね。フリーバッティングの裏ではティーバッティングを行っております。入念にフォームをチェックしています。威圧感バリバリですよね。ホームページの選手紹介には JJ と呼んでくださいと書いてありました。続いても新入団選手、中村和樹選手がティーバッティングを行っております。大阪桐蔭高校卒業、森友哉選手と同い年、その後に天理大学に進学し、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団、 NPB 経験選手です。先ほどのサードノックの反対側ではセカンドのゲッツーノックをやっております。これはフライですね。ただいまセカンドでノックを受けているのは樋口選手。樋口選手、埼玉県出身として頑張ってください。会場と同時にたくさんの観客の方々が入ってまいりました。その中には少年野球の選手たちもたくさん来てました。はい、というわけでね、いろいろ撮りました。撮らせてもらいました。本当にね、楽しみな試合ですし、まあ、外のね、ブースの方もね、たくさん盛り上がってますので、去年は確かね、本当2000人超えとかで、すごいたくさんの方が来てて、もうなんか空いてるスペースがないぐらいだったんですよ、椅子がね。今年も、まあ、その大記録、多分今ここにテロップにあるんですけど、2000何百人こういらっしゃったんですよね、来場者数。なんで今年はまあそれを超えようっていう話で、多分それ盛り上がってるんですよね。僕らも動画として盛り上げていければいいと思ってますので、はい、今後もよろしくお願いします、はい、埼玉のヒートベアーズさんの、インスタや、Twitter、そして YouTube もありますので、ね、チェックよろしくお願いします、はい。というわけでチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。